今日も全力ぶっちぎり、マキピロくんでございます。はい、今回は超究極怪獣9号、これの攻略なんですけど、まあ難易度はねそんなに高くないと思います。皆さんねゴリゴリ周回してるんじゃないでしょうか。で今回じゃあ難易度高くないんだったらどれがねこう周回めちゃくちゃ早いのかなということで、5つの艦隊これでねちょっとやってみました。この中でおすすめのね編成とか、まあ自分のキャラ持ってる持ってないもあると思います。よかったらそれで参考にしていただけたらなと思うんですけど、その中でもまあやっぱダントツでちょっと早いパーティーがございました。さあ大体皆さんね想像つくでしょうか。ちゅことで早速、皆さんと一緒に動画の方を見ていきたいと思います。はい、まずは五条悟艦隊でございます。はい、俺最強の五条悟一体どうなのかっていうとこですね。まあ五条悟といえばソウルスティール M を持っております。でここのステージってちょっと一応ステージのね説明もしようかなと思って、あの黒い天使これを、まあ、弱点切って倒すと HP が回復するという仕様になっております。でこの天使なんやけど、この直殴りじゃないと倒せへんのね。友情コンボで天使倒そうと思ってもこれねあんまりね削れません。直殴りの倍率は高く設定されてるんやと思います。だから黒い天使 HP 危ないなって思った時はあの貫通状態で弱点を切ってあげる、黒い天使の弱点を切ってあげるっていうのが必要になってきます。で五条悟ここを友情コンボに関しては正直であんまり入らん。うん、グロースピアってやっぱりね内部弱点とか弱点のある敵に対しては火力はすごい出るんやけど、ちょっとここは多分直殴りの倍率の補正かかってるんじゃないかなというところで、雑魚に対してもですねそんなにこうグロースピアがガン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 刺さるっていうような印象はなかったかな。うん、まあ一つの基準として、見てもらえればいいんじゃないかなと思います。だから五条悟あの使う時はまあ、ゴリ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 ハマっていく。うん。まあ、基本的にはそういうような立ち回りになるかなと思います。友情コンボもボスに対してはですね、今回属性倍率はそんなに高くないので、まあ、ええんちゃうかなと思うんやけどね。うん。その友情コンボでこう削っていくっていうよりも、やっぱりね、ハマっていった方が早いね。うん。で、配置が悪ければ、こう、ストライクショットを活用して、こう、抜けていくっていうのをしていくと、まあ、結構、クリアタイムの方は縮めれるんじゃないかなと思います。ただ、まあ、さっき言った通りに、やっぱりね、どうしてもハマっていった方が早いっていうところがあるので、まあ、ちょっと、友情コンボとかを、こう、まあ、配置運とかね、弱点引けるかとかね、そんなとこもねちょっと関係してくるような気がします。はい、ということで、協力してくださった方ありがとうございました。ラッキーリーザ出たんですよね、これプレゼントできてよかったです。はい、今の編成がだいたい4分ぐらいで、もう一回ねちょっとね協力してもらってやりました。それまでだいたい3分50秒ぐらいだったんで、だいたいこれぐらいのタイムになるんじゃないかなと思います。次行きましょう。はい、お次はキコルちゃん艦隊でございます。キコルちゃんはですね、まあ完全ギミック対応してる。ごめんなさい、ぼきちゃいました。ぼきたんですけど、これもですね視聴者の皆さんにライブ配信中にお手伝いして参加してもらいました。なぜかって持ってないから出なかったんですよね。はい、で今1手目なんだけど、まあリフレクションリングでどれぐらい削れるかなっていうのが見たくて横からしました。あんな感じなんですよね。だからリフレクションリングで削っていくっていうのはやっぱり基本的にここに友情コンボで削るっていうのはちょっとね難しいかもしれません。はい、なんで、まあ基本的にこのキコルちゃんの場合も、こう、ゴリゴリハマっていく。うん。っていうようなね、立ち回りになってくると思います。ちょっと、運ボが出ちゃって、まあ SS がね、こう、もう、いつでも打てますぜ、みたいな状態なんですけど、うん。ただ、こことかは、やっぱりね、どちらかっていうと、リフレクションリングを使うっていうよりも、三方向追撃貫通弾を、使ってった方がいいかもしれないね。うん。だから、ちょっと具だったなと思ったら、ここのステージとかは、まあ、その辺をね、友情コンボに、こう、シフトしたってもいいよね。うん。はい、ボス戦でございます。ボス戦に関しては、もう直接ハマっていくのがね、一番ベストやと思います。ガンガンハマっていきましょう。はい。ちょっとハマりがね、悪かったからありないけど、綺麗にパカーンってハマると、もうそれだけで一本持っていくんじゃないでしょうか。まあ、これもね、やっぱり強いキャラクターやね、本当に。はい、ナイス。
クリティカル出たんですよ。クリティカルね、出たんですけど、多分ね、おそらくビットンの方じゃないかな。ボスにクリティカルやったら結構、だから、スペックはね、やっぱ高いなーっていうのはね、感じました。うん。ここも友情コンボがそんなにこうゴリゴリ入るステージじゃないので、それでもある程度削っていく。で、ストライクショットを使うのであれば、やっぱりね、ボス1かボス2やと思います。ちゅうのも、弱点の位置やね。弱点の位置が、ボス1、2は縦に出るんですよね。で、最終ステージになってくると、弱点の位置が横なんですよ。で、横ってどうなのってことなんですけど、なんとね、キコルちゃんのストライクショットでは、横は弱点判定、拾いません。拾わないので、まあ、どちらかというと、自強化目的で使うっていうのはありないんやけど、でもこれでもね、結構削ってきますよね。うん。はい。これ弱点判定、ないんです。だから、ファーストキラーを入れてっていう感じかな。ファーストキラー入れて、配置が悪い状態だったら、まあ、引っ張っていくっていうかね、友情コンボも利用して、まあ、削ることも一応できますよ、みたいなね、感じやと思います。まあ、弱点、往復とかで全然火力出ると思います。はい、キコルちゃんが大体3分42秒なんで、まあ、ちょっと下ってもこれぐらいでクリアできる。はい、お次は、ナナミ艦隊でございます。いや、これはね、コネクトスキルの章全員使ってないと、こう、できない編成なんで。まあでも、ちょっと面白かったんでね、これはお見せしたいなと思います。さっきの、友情コンボとかの感じ見てもらったと、見てもらったらわかるんですけど、まあ、そんなに友情コンボがゴリゴリ入るようなステージではないんですよね。ステージではないんだけど、ちょっとね、頭のおかしい人で、七海健人って、強いんですよ。友情コンボとにかく。だから、まあ、本来友情コンボでは微妙やめねっていうステージでも、こう友情コンボでやっちゃおうと思えばやってしまえるっていうのがおかしい。まあ、基本的には、ナナミンの場合は、バカバカハマっていく。まあ、やっぱりね、ハマっていくのが正解だと思います。で、ハマりに行って、行った結果、出てしまうっていうことあるじゃないですか、やっぱり。スコンって抜けてしまうとかね、そういうことが起こったとしても、このナナミンはもともと友情コンボのスペックがバカなんで、まあ、それで十分削ってくれる。だから基本的にナナミンで周回するときはやっぱりね、ハマっていく。ハマった上でハマれなかったときに、まあ、友情コンボも強いよねみたいな感じで、まあ、削ってくれるんで、だから友情でいくのか、もうだからさっきのキコルちゃんの時とちょっと削り方が全然違うんですよ。うん、だからうまくやればこういったところも友情コンボで2手とかね、まあ1手とかもね、これ今ちょっと変なね、変換パネル踏んじゃってっていう風になっちゃってますけど、まあ1手、下手すら2手とかで抜けれると思うので、まあ、そういうことができるのはおそらくね、このキャラクターだけじゃないかなと思います。はい、ボス戦。まあ、この辺からですね、非常に速い編成になっております。ただ、まあ、編成難易度むちゃくちゃ高いね。ただ、これ面白いのでね、ちょっと一遍やってみると、これ楽しいです。めちゃくちゃ楽しい。これね、迷いました。これ、スカーンって入れに行くんか、もしくはストライクショットを打っていくのかって、ちょっと迷っちゃったんですけど、まあ、それがなかったらもっと早くね、こう周回できちゃおうかなと思います。基本的、今のも、ハマに行くのが正解ですね。チコン！はい。そう、あんまり出ない。あんまり出ないんでね。うん。まあ、しょうがないね。これ、直殴りの倍率に乗らないストライクショットなんで、まあ、こうなるのはしょうがないかな。だから、ナナミンの場合は、基本的に、やっぱり、ハマれるのであれば、ハマりに行く。あ、これが正解。で、はまれない位置であるんだったら、ストライクショット溜まってたら、まあこう、友情コンボ引っ張る目的で使っていくっていうのは全然ありだと思います。はまった方が早いでしょ。まあこんな感じでバカバカはまっていけば、むちゃくちゃなタイムで周回できると思います。この時はどちらかというと、友情コンボ使って遊びたいよねっていうような雰囲気で、まあみんなでやっているので、まあどちら、まあ友情コンボはメインで使っている感じになるかな。うん、今のも多分、
多分やけど、フォンフォンと SS 間違えた可能性ありますよね。うん。はい。で、まあちょっとこういう感じでこう削っていく。まあ足があったんで削っていく。これ、ね、む全員折ったら多分横間とかだけでもなんかもうすぐ削ってしまいそうなね、雰囲気ありますよね。はい。で、もうね、ストライクショット。これ打って、まあ終わりかなっていう感じです。まあ、ナナミンもやっぱさすがやね。さすがに強かったですね。はい。これのクリアタイムが3分42秒。これね、もっと早くできる。おそらく3分切れるんじゃないかな。はい。お次、ソロモン。ソロモンも、さっきのね、ナナミンはどうしてもコネクトスキルの書を使わないといけないっていうところがね、あるんだっていうと、で、ソロモンだったら、ある程度こう、長くやってる方はね、もともと新春のキャラクターなんで、持ってる人は多いんじゃないかなと思います。今はね、モンコレの限定キャラクターだったと思うので、まあ、ちょっと最近初めてっていう人は、ちょっと持ってないキャラクターになるかもしれません。で、ソロモンに関しても、基本的にはですね、まあやっぱ、こう強いのが、まあ、ボムスローやね。ボムスローとこう弱点貫通ロックオン。ほら、今、天使、黒い天使に弱点貫通ロックオン飛んでるけど、ほとんど、ね、ダメージ入ってないんですよ。だから、やっぱり直殴りの倍率が天使はむちゃくちゃ高いんですよ。うん、で、基本的、やっぱりソロモンの場合も、コン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 はまっていくっていうのがね、基本ベースだと思います。で、まあ、はまれんかったときに、こう友情誘発させやすいよねっていうのがソロモンなんで、まあ、なんちゅうかな、こう、おー、これ、ちょっと無理やんっていう時は、友情コンボ拾ってってもええと思うんですよ。そう、この状態でもね、結構、思ったよりこう削ってくれるから、ありがたいです。はい、ボス戦です。で、もうこの時はある程度もう周回してるので、あ、大体こうなるなっていうのは分かってます。例えば、さっき、七海健人のような周回の仕方をするとソロモンむちゃくちゃ時間かかります。あれは七海だからできた。でソロモンで同じことをやるとマジでちょっとうわだるーっていうような状態になっていくと思うので、基本的にやっぱりソロモンもソロモンに関してはもうマジでガンガンハマっていくしかない。ガンガンハマっていく、ガンガンハマっていく、はい、ガンガンハマっていく、まあ、こんな感じでもうゴリ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 ハマっていく。そうすると、まあ、ある程度ね、こう、速いスピードで周回することが可能です。まあ、基本弱点があるんで、ある程度ね、友情コンボの方も入っていく。入っていくから、まあ、そういうのも、こう、引っかかったね、引っかかったね、あれだったらね、あれ、変換パネル踏んでたのかな、踏んでたんだったら、もう右上行けばよかったよね、あの角度だったらね。で、今度弱点でしょ？もうついてないよね。うん、あれが弱点ね、右側だったらこれで終わってるんですけど、これ HP 危ない。HP 危ないんで、これはね、もう回復しに行く。もしくはストライクショットを打ってね、こう、強引に回復しに行ってもいいと思う。はい、上狙いに行ったんですけど、弾かれちゃいました。弾かれちゃったんだけど、友情コンボでね、こう処理してくれるっていうのは結構ありがてえ。うん。で、まあ、だから、もう本当に、基本的に今全キャラクター、全部そうかな。基本ハマりなんですよ、ここ。友情で立ち回るっていうのはハマり。ハマっていく。ハマった上でハマれなかった時に、友情コンボ強いキャラクターだったら、こう、ある程度 HP 持ってってくれるよね。あ、それはありがたいよねっていう感じ。これアイテム湧いてたんで、はい、ヒットストップになって、飛ばしたっていう感じですね。はい、これがクリアタイム3分18秒でございました。はい、こちらが一番早いんじゃないかなって予想された方結構いると思います。やっぱりね、圧倒的に早い。で、ただ、ちょっと注意点があります。ダメージボールにね、対応していない。だから、まあ、リスクある。ミスったら、焼ける。焼けるんですけど、だいたいね、2発食らったら、もう溶けると思ってください。なんで、基本的には、ゴン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 ハマっていく。こう、ハマるのをミスしたら、ちょっとだいぶ危ないよねっていう状態になります。だから、むちゃくちゃ早いんやけど、まあ、リスクもちょっと背負ってるかなっていう感じ。で、友情コンボに関しても、結構出る。
結構出るし、なんだかんだでこう弾いたと殴りも強いキャラクターなんで、友情殴りっていうところで、まあ、HP0 抜けっていうことをしたとしても、まあ、そんなに問題はないかなと思う。で、基本的に天使がね、黒い天使が最初から出て一発やれよ、5万のダメージやから、これ見て HP 最大で8万5千しかないから、もう2回当たったら終わりなんですよ。で、終わりなんやけど、はい、まあ、ストライクショットガンガン打っていけば特に問題はない。うん、これどうしようかちょっと迷っちゃったけど、うん、だから基本的には即必殺が必要になってくるから、で、即必殺があればストライクショット開幕、まあ、ボス戦入った時には打てるような状態だと思うので、もうとにかく SS バカバカ打っていく、それでねオールオッケーもう SS 打ってもうゼロ抜けしていく、これが一番早いと思う。だから基本的にはこう少ない手数で抜けていって即必殺のキャラクター。だから、この今3ピンでこれ即必殺ついてないんですよ。即必殺ついてないから打てへんけど、これ即必殺あったら5ターン短縮されてるから、もうここを使用できたんですよ。だから、ヤクモでこう、高速周回したいよっていう人は、必ず即必殺つけておくと、まあ安全やと思います。うん。それやったらね、問題なく周回できるはず。はい。で、もちろん、4P も SS 溜まっておりますので、はい、SS 打ってみます。これで終わり。だから、基本的には、ボス戦は3手で終わると。ボス1、ボス2、ボス3で SS1 本ずつ打っていけば OK。2分37秒でクリアすることができました。はい、ということで、まあ、いろいろ紹介させていただいたんですけど、一番早いのはですね、やっぱりヤクモかな。先ほど紹介した通り、どうしてもダメージボールのリスクはありますよ。ということで、必ず即必殺のついているヤクモを使いましょう。で、それだったら、全然、そんなにこう、事故起こることなく攻略できるんじゃないでしょうか。そして、次はね、一応、タイム的にはソロもやったけど、ちゃんと立ち回った時に絶対早いのは、ナナミンやと思います。おそらくこれがね、2番手に来るかな。で、次は、まあ、その、もう、ここに関しては正直そんなに遜色はないかなと思います。サクサク、本当に高速周回したいのであれば、ヤクモがおすすめです。ということで、今回ですね、ライブ配信中に協力してくださった方ありがとうございました。おかげでこういう動画作れました。また好評だったらこういう動画もね、作っていきたいなと思いますので、その時はご協力の方よろしくお願いします。以上、今回の動画はこれで終わりたいと思います。それでは皆さん、いい目見れよ。ありがとうございました。またお会いしましょう。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。協力してくださった方、本当にありがとうございました。このまま引くのもなんだし、せめて隊員の生きたサンプルでも持って帰るか。死んでいいよ。死ぬのはてめえだ、クソ野郎。ぶち抜くから、はぁ、食いしばれ。